さんと輝星ちゃんがアートを自由に楽しむ番組、初めての美術館。これをこうして、あー疲れた。ジオジさん何してるの？いやー今柄にもなくさ、コントの台本書いてんだけど、オチのセリフがどうしてもね出てこないんだよな。ちょっとお疲れなんじゃないですか？まあ、気分転換も大事ですよ。あー確かに気分転換したいな、アートを見に行くとか、あとアートを見に行くとか、なんといってもアートを見に行くとか。さすがジオジさん、アートのことしか考えてない。そうだ輝星ちゃん、アートがたくさんある会社を見に行こう。よし行こう行こう行こう、よし行こう。ああ行っちゃった。ジオジさんどんな台本書いてるんだろう。ってまだ1行しか書いてないじゃん。そんなわけで2人は東京港区にあるこちらのでっかいオフィスビルへ。何やらアートがたくさんある会社らしいぞ。こんにちは。こんにちは。パソナグループの千田と申します。よろしくお願いします。いやいや、このなんかそのいつもの美術館と感じが違うんですけど、もうなんかすごいですよね。なんかメカニックエンジンが乗っかったガラステーブルとか。オフィスの中にはたくさんのアート作品がございますので、ぜひご覧ください。はい。港区の南青山にあるこちらの会社は、壁に作品がたくさん飾られているのはもちろん、至る所に素敵なアートが。さらに会社の中にアトリエがあって、数々の作品はそこにいるアーティストたちによって描かれたものらしい。ということで今回は素敵なアートを生み出す会社に潜入してみよう。まず2人がやってきたのは会社の中のエレベーターホール。それぞれの扉を見てみると、続きものの絵が描かれている。さあエレベーターホールやってきましたけど、このエレベーターの扉にも絵が描かれてる。七福神ですよ。フロアごとテーマに分けて展示してます。じゃあこの回はこの七福神の絵が。ここは実は営業部なので、売り上げがアップするようにということで、七福神の絵を施してます。営業という会社の売り上げにとって重要な部署が入る会には七福神、世界を股にかける部署の会は海外の風景など、フロアごとに違う作品が。これなんでなんですか？こういったアート作品に触れてもらって、働く場所を楽しんでもらうためにこういう施しています。確かに会社ってちょっと地味なイメージだけど、エレベーターの扉までカラフルだと楽しく働けそうな気がするね。さて続いて2人がやってきたのは社員さんが昼ご飯を食べる食堂。ここにもたくさんのアートが飾られている。美味しそうなサンドウィッチやチーズがとろけるピッツァなど、食べ物にまつわる作品が多いようだ。そんな中でも2人が特に気になったのはこちらの作品。こちらにも絵がありますね。いい絵だねこれ。何の絵でしょう？これはカフェを描いた作品となります。藤棚かな？なんかお花なのかな？描いた藤棚。机があって真っ赤なドアがあって。なんかすごい机があって、描き方独特ですね。藤の花の部分とだけなんかもうすごい独特の感じですよね。これはどんな方が描かれた作品なんですか？これは障害のあるアーティストたちが描いた作品になります。アトリエがございますので、ぜひ。見に行ってみますか。このビルドの中にあるわけですね。はい、すごい。すごいね。ぜひ。会社の中で見つけたたくさんのアート作品。これらはすべてこの会社の中にあるアトリエで描かれているらしい。一体どんなところなんだろう。こちらがアトリエになります。いらっしゃいませ。どうもこんにちは。こんにちは、村山きらりです。片桐仁です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらがアート村と呼ばれるアトリエ。障害のある人たちがアーティスト社員としてこのアトリエに出社して作品作りそのものを仕事にしているんだ。まずはさっき食堂で見た絵を描いた人に会ってみよう。素敵。すごい大きい作品描いてますね。めちゃくちゃカラフルです。これカラフル、まあ描き途中でこの白いとこも全部色が入っていくんでしょうね、これからね。なんか独特の立体感がありますよね。とても色を作るのがですね、上手なアーティストになってます。例えばこの緑を見ていただいても、この緑とこの緑ちょっとずつ違う。そうなんですよ。この緑だけで10色以上の緑がありまして、赤から黄色にかけてとかオレンジとかピンクとかもいっぱいありますもんね。ここで問題。細やかな色使いが得意なアーティスト早田さんは色を作るときあるものをパレットとして使っているんだけど、さてそれは何でしょう。1、卵パック。2、製氷機。3、ペットボトルの蓋。早田さんがパレットとして使っているのは何？私は3番ペットボトルの蓋いった。じゃあ僕は1番の卵パックにします。はい。正解はですね。はい。2番の製氷機。てかこんな製氷機ってかすごいっすね。ちっちゃい氷作るやつ。思ったやつじゃない。いや、あ、本当緑だ、本当だ。すごい。ちょっとずつ違いを並べる一番いいんですね。これ継ぎ足し色を作ってるんですね。まさかの2人とも外れるっていう。びっくり。こうちなみにどんぐらいかかって今このぐらいって感じなんですか？早田さんはとっても早書きというか、書くのが早いので。早田だけに、はい。余計なことない。余計なことない。僕の同級生の早田君も足が一番早かったんです。はい。すみません。それでも全部書くのに1ヶ月弱ぐらい。この間で。はい。すごいな。色だけでなく書き込んでいる形もかなり特徴的だ。ちなみに実際の風景を写した1枚の写真を見ながら豊かな想像力で作品を作っている。いやーすごい。お次はこちら。エレベーターホールで見た七福神の絵を描いたアーティスト加藤さん。加藤さん、よろしくお願いします。加藤さん、今何を描いてますか？恵比寿様と大黒様と縁銀の竹を描いてます。細かく下書き、完璧に描いてますね。こちらの七福神を描いた加藤さんです。これもめでたいもんな。加藤さんは恵比寿様や大黒様、弁天様などなど福をもたらす7人の神様七福神を描き続けるアーティスト。これまでに描いた七福神の作品はなんと17点。でも一体なぜなんだろう。なんでこういうふうにめでたいものとかその七福神とかを描かれてるんですか？七福神巡りの神社やお寺を巡ることが好きで父から教わりました。好きな七福神とかいるんですか？恵比寿様は唯一の日本の神様。七福神ってあの外国の神様なんですか？ね、しばし恵比寿様以外の後の6名はそれぞれの国々から。へえ。何も知らなかった。飾るだけで福が来そうなめでたい作品だね。さて続いてのアーティストは。こんにちは。よろしくお願いします。今描いている絵は建物ですとか部屋の風景の絵を描いています。こういった写真を見ながら描いていまして、写真はちょっと暗めに色が出ているんですけど、なるべく暖かいように。明るく描くようにしてます。日が差し込んで、外からね。ありがとうございます。はい。後ろのあるそうですね、建物の絵も私が描きました。これ空が黄色いです。あ、そうですね。パステル色の黄色を使って明るく描いていまして、でちょっと写真がありまして。白黒の建物を下書きをして青い色に、青いろんな青とかこの金みたいなところはもう想像で、そうですね、イメージで描いていて、で黄色い空と金色が朝日の太陽を当たって反射しているような朝のイメージなんですね。そうですね、描いています。なんか本物見に行きたいですね、この建物なんかね。そうですね。本物はちょっとまだ私も見たことがない。外国にあるんですかね、これね。そうですね。はい。まず写真を見て、そこから想像力を羽ばたかせ、自由に色をつけるという創作スタイルの中垣さん。ちなみに食堂にあったサンドイッチの作品も中垣さんが描いたもの。うまそう。食べ物ってちょっとこういう建物とは全然物がね違うもんね。物が違うと思うんですけど、大きさも違うし。どんなことを心がけて食べ物を描いてるんですか？食べ物ですとかも建物と一緒なんですけど、やっぱり影をつけるのが大事かなと思ってまして、少しずつグラデーションをつけるとか、明るいところははっきり明るくさせるっていうことによって。なんか食べ物の質感とか出てくると思います。描き方の違いみたいなそんなないってことですね。食べ物の建物ね。とても美味しそうなサンドイッチの作品。白黒写真に想像で色をつけるファンタジックな作品。作風は違うけど気をつけていることは同じ。どちらもこだわりがたっぷり詰まった。中垣さんワールドだ。続いてはオリジナリティあふれるこちらの作品を描いたアーティスト、はい、よろしくお願いします。森田さんはこの、板にですね、ちょっと見せてもらって、板なんです。ひっくり返すとこうちゃんと板になってまして、こちらにジェッソという薄い白い絵の具を塗りまして、それを乾燥したものの上にこのポスカで描いてるんですね。描いてます。なかなかね、ポスカで描いてる。色数なんかすごい無限に見えるけど、ポスカって色数決まってますもんね。一個の色を続けるというよりはいろんな色を順番にやってくるんですね。面白い。こちらのアロアナの絵も。あれ2枚の絵がつながってる、斜めでね。まず頭から描いていって1枚描き終わって、またもう1枚という形で。魚横長ですからね。そうですね。2個あった方がいいですもんね。森田さんなんですけれども、最初からこのようにうまく描けたわけではないんですね。入社をしてからすぐ描いた絵があるんですけれども。こちらが、あ、全然違う。はい。全然雰囲気が違う。これはポスカじゃなくて普通の絵の具で筆で描いた。そうですね。はい、最初は水彩絵の具で描いていた森田さん。いろんな絵の具や画材を試していく中で、カラフルなサインペンにたどり着いた時、才能が一気に花開いたんだって。今描いているこの作品も全てサインペンだけで描いている。これ何年ぐらいでこの絵まで？だいたい1年半ぐらいで、はい、見え方が変わっていったんですね、もののね。すごすぎて、同じ人の絵とは思えないぐらい違うんで。芸能今日も芸能人の皆さんから自慢の作品が届いております。早速見てみましょう。はい。よいしょ。はじめまして、トラウデン・トニです。今回僕が紹介する作品なんですが、はい、こちらです。すごい。これはフルイドアートと呼ばれる作品でして、横にしたキャンバスの上にアクリル絵の具とオイルを混ぜたものをこうダバーっとかけて、うん、その後にこうキャンバスをこう好きなように動かすんですよ。やってほしい。でそうやって出来上がるのがこういう絵なんですよ。これちょっとやりたいね。絵の具たちが複雑に混ざった跡だったりだとか、こっちに流れていった形跡などが見えると思います。じゃあ絵で描いてるわけじゃないんだね。こちらですね。はい。これはさっきと絵の具を垂らすところまでは同じなんですが、絵の具を垂らした後に次はこう動かさずに、ドライヤーの風をこう送るんですね。ボーッと送ってこう絵の具を風で散らすという感じになっております。そうするとほらこういう感じでものすごく躍動感というんですかね、こう動きのある絵になるので、これもなかなか僕のお気に入りです。キャンバス丸いんだね。こうやって動かしたりドライヤーで風を送ったりするっていう性質上、ものすごく偶然性が強いアートとなってるんですね。だから同じ作品は二度と作ることができないんですよ。簡単で楽しくて、そして世界に一つだけしかないっていう、ものすごく、いいこと尽くしのアートなので、ぜひ試してみてください。以上、トラウデン・トニでした。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。すごいね。遠くから見るとまた別のものに見える。そう、後ろにもあったよね、トラウデン君のね。何かの景色に見えたりとか、丸いキャンバスだったら地球みたいだったし、綺麗だった。フルイドアートやりたいね。やってみたいです。最後に2人がやってきたのは会社の中にあるこちらのショップ。手作りの美味しそうなパンやお菓子、文房具などが売られているんだけど、ここにもアーティスト社員の絵がたくさん飾られているぞ。わあ、パンケーキだ。すごい。これ。中垣の作品になりました。先ほど建物描いてた。そうです。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。なんか食べたい。ね、ツヤツヤしたこの蜜のかかったね。光を捉えるのがすごく、はい、うまいアーティストになってますので。ご本人も光と影をね。でも言われないと同じ人のように見えないですけどね。確かによく見ると光と影がしっかり描き込まれているね。続いてはこちら、誰が描いたかわかるかな。さあ、ここにも絵が飾ってありますけど、これはどなたの絵でしょう。森田さん。正解です。森田さんです。見たばっかりですからね。はい。すごいな。これはなんですか、これ。これはラナンキュラスという。これで一つの大きなお花に。あ、お花。確かに花びらだ。花びらだ。花びらになっていて。すごいな。1位は一輪の絵がここら辺で終わってるんですかね。このだからドアップでこのカットする、はい、この余白もほぼなくてっていう、はい、この切り取り小屋もすごいですよね。一輪のお花がこんなに迫力がある作品になると、私もちょっと出来上がって、花びらの細胞を見てるようなね。確かに拡大して見てる感じがする。これも使っているのはサインペンだけ。見れば見るほど引き込まれる作品だ。お次は製氷機で色を作っていた早田さんの作品。蜂がいますけど、これも写真を見て描いた絵なんですよね。あ、そうですね。すごいな。これは何の花？何の花だ？これはですね、はい、菜の花です。菜の花。色はね、もうそうだ。菜の花に蜂が止まって。すごいな。そう見ましたからね、製氷機に入れてね。どんくらいマスが埋まったかなとか考えちゃう。色数はそんな多くないから。ただ同じに見えて、実はここら辺微妙に色が、はい、黄色が違ったりするんですね。これも同じに見えて、実は違う黄色なので、結構これ黄色だけで半分使ったんじゃないかなと思います。すごいな。自分のフィルターを通したまま書いているので、それを見るとやはりこっちもハッとなんて言うんでしょう、胸を打たれるというか。書いてるとこ見てらっしゃるんですもんね、ずっとね。結構毎日が感動の毎日で、はい。アートがたくさんある会社。そこではいろんなアーティストが想像力を働かせ、たくさんの作品を作っていた。リアルな色で描いたものから独創的な形で描かれたものまで、どれも素敵な作品だったね。さきらいちゃん、はい、どうだった？いや、普通の会社の中に、まあアトリエがそこだよね。あるのがまず聞いてびっくりしたし、本当に普通に働いてる方々の中にアトリエがあって、エレベーターのあそこの扉のとことか、食堂とかにもいろんなところにアートがあって、みんなでそのアートの取り組みを応援してるような感じもして、いいなって思いました。なんか絵も素晴らしいし、なんかそれ見てる我々もこう癒されるっていうかね。ああいう絵描いてみたいよね。描けないかな。いや。